くださいって言われて、こいつを待ってたんですけど、全然来なくて、で同じぐらいの時間に来るのかなって思ったんですけど、事件が多くて、なんとかなって財布をなくしちゃって、あれ見つかったんですけど、それこそ銀行に電話したりとかしてたら遅くなっちゃって、だからもうベロベロです。すごい楽しいですね。なんか結構ここのメインステージ来るまでに駅から距離あるじゃないですか。もう歩きながら踊ってましたもん。、はい、もうスキップでしたもん。僕も歩きながらスキップしてた。早くここに着きたいと思って屋根も来ました。私フェスが大好き で、はい、で今年はちょっとお仕事で行けなくてウルトラしか来れなかったんで、本当に今日が唯一の楽しみで、はい、僕は初めてで、そうです、だからちょっと浮かないようにちょっと黒でちょっと攻めていって、姉貴見たら白だから最初白 T 着てたんですよ僕。でも浮かないように黒 T わざわざ買ってきて。でもフェスは浮いた分勝ちなんで。そうでしょ、そうだよ。いや、もうすげえ初心者なんですよ、フェス初心者。教えてあげればよかったね。本当教えて。で今日はちょっと秋も取り入れつつ、ちょっとボヘミアっぽい感じで、で、ハットでちょっと薪を70年代風にしていこう、ここで、それちょっとフェスっぽくしてみました。あでも結構みんなサングラスがかけてるじゃないですか。じゃあおしゃれな人でサングラスかけてると、サングラス外すまではあれ、あの人イケメンなのかなって思っちゃいます。スキー場のマジックと一緒なんです。 あれですね。あれですよね。僕は初心者なんですけど、やっぱり露出が多いと目が。目立ちますよね。かわいい。いや、やっぱニッキーじゃないですか。あとね、アワのブースにも来ると聞いたので。はい、さっきもうめっちゃこうやってましたもんね。私、一泊沖縄旅行を2回しました。なんか連休が取れなくて、で海もプールも行けなかったんですよ。だからどうせならちょっと贅沢しようと思って、1泊だけ沖縄旅行を2回行きました。初めて連ドラが決まりまして。あ、そうだよね。もう撮影が終わって、だから結構夏はダイエットの夏でしたね、今年の夏は。そうだよね、10キロをね、親手になって。もう本当にこうコリコリ で家族の LINE グループがあるんですけど、大丈夫みたいな。家族にも、お前食べてるかって言われて、食べてないです。じゃあもう本当に和製ロバート・デ・ニーロと呼んでください。やかましいよ。まあそれは黒意識ですよね。昔からやってきたことがやっとこの業界で活かせたなっていう感じが。じゃあでも私は昨日財布をなくしたことでしたね。はい、まずは財布です。ちょっと私本当になくし物をしたことないのに、なんか昨日に限って本当になくしちゃって、なんかなくすのってこんなにショックなんだなって反省しました。でもそのダイエットが終わった瞬間に飲みすぎて、割とちょっとずっと酔っ払ってました。今日も酔っ払ってました。やっぱり米ですよね、白米、白米がやっぱり食べたいですね。食った瞬間うまいってなります。